はい、皆さん、毎度毎度。パーマのね、放置時間はどのぐらいですかって、うちはだいたい15分ぐらい置いてんね。パーマ、2液の袋の裏側にはね、10分から15分とかなんか適当なこと書いてあるけど、早めにはしないね。うちはほら、なんか仕事さっさっさっさとさ、手早くやっちゃう方だと思うんだよ。だからね、こういうのに関しては長めにしてる。それこそさ、手の遅い先生だったらさ、7分でもいいんじゃねえのあの、ほら、2, 2液っての、ね、はやっぱりつけた瞬間から15分ってのが始まるわけだからね。 10分とかね、ストップ値測ってたらね、2液全部つけて、ターバン交換して、なんかね、垂れたとこね、ちょん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 ね、女の先生なんか、あの、拭いたりね、<laughs> 細かい作業してから、それからタイマー入れるとね、もうその時点で5分ぐらい経ってっかんね、2液つけ終わってからね。で、そういう先生の場合はね、 <laughs> でさらにさあの3分か5分タイマー入れてんでなってじゃあもう1回お薬かけましょうねってのんべんたらりとかけてそれからまた5分タイマー入れる先生とかねそんなことやってたらさもう3分2度付けでいいんじゃねえかってもう <laughs> 2液つけ終わった瞬間にストップ打ち入れちゃうというねそれから15分その間にね何回かかけるっていうのをお薬をね2,3回ねでロングの方は本当毛先にかけるって感じ毛先かけらんないからねとにかく髪の毛をね 避けて分けて毛先に二液が届くようにね、しっかりかけるっつーの美容師さんによったらね、あの、ロングの方なんかのパーマ全部外してから毛先にたっぷりつけて揉むっつーの科学的に言ったらね、毛先に二液が届いてない疑いっていうのを毛先に二液が届かないから外してからかけてしっかり揉んで握ってってやるんだけど、もしそれが本当ならばね、あの、ロットを外してから二液かけると確かに酸化はするけどパーマは緩く取れる。 巻いてある状態でパーマ2息はかけないとパーマは取れるんだよね。一見ね、よかれとね、あの、外してからしっかり2匹かけますからって、それはもうパーマを緩くしてるだけ加酸化水素だと、なおでね、過酸化水素で釣りやると本当に、 パーマかかってねえっていうのは取れちゃうかんねみんな、プローンって。それ見てね、先輩とかね、大先生がね、なんで取れちゃったのあんたの乳液の掛け手が下手なんでしょ火酸化水素もっと毛先に揉まなきゃダメでしょって。もうその時点でいくら揉んだって何したってね、取れちゃうんだよ。巻いた状態で乳液ってのはかけなきゃダメね。で、特に火酸化水素はそういう事故が多いから本当に進めない。収穫さん、収穫さんの昔ながらのをやって15分。で、よく起きすぎると痛むって言うけど、起きすぎて痛んだ試しがないよ。 忙しくて外せなくて30分でも40分でもほったらかしとくじゃない ?2 液のまんま。で、痛むかったら痛まないよね。 大きすぎでたぶんだったら毛先が二液に回ってない場合だよね、ロングかなんかでね、よかれと中間水線してね、ロットに巻かれた毛がビシャビシャ状態でね、でそこにさアシスタントが表面だけチャラチャラってね二液ねかけてね、二液なんかあの表面ね乗っかってるだけでみんな下に落っこっちゃうからね、濡れた状雑巾でさ表面水かけたって中の汚いのは絞らなきゃ出てこないわけでしょ。その状態でねあの重複で三十分でも四十分で落ちちゃうと毛先が二液いかないアルカリ状態のまま水で薄いでもアルカリっていうのは下がらないからねでそのまま。 まあ放置すれば傷むつの、毛先が手触りが悪くなるっての、毛先の、本当にあのパーマはね、見えない2液の作用を酸化させる、これをね、やっぱりおろそかにしちゃいけないよね、ロングの人なんか特にね、毛先まで2液が回らない、中間水液にしてびしゃびしゃになってたら、本当に上に2液かけても、びしゃびしゃで薄まって、水と一緒に下に床に垂れるだけだからね、そういうのもひっくるめて2液操作をするっていうの、15分もストップウォッチで測る。 まあ長く起きすぎてる分にはどうってことないけど長く起きすぎるとお客さんが苦痛だからね、まあ、その辺考えて、はい、お疲れ様でした。